駐在所、駐在所、駐在所は、警察、消防、または、海上保安庁の施設で、郊外や過疎地域、山間部、離島などで、それぞれ警察官、消防理員、海上保安官が常駐する。交番と同等の役割を有するが、交番が交代制であるのに対し、通常、駐在所員である警察官とその家族が住む感謝を、 兼ねているる。ことが違う点である多くは警察官がその家族と居住し、地域との交流を持ちながら業務を行うために公務員というより家業という印象が強いが、当該施設は警察施設であり、かつそこに勤務する駐在所職員にも当然定期的に人事異動がある。異動が発令された場合は、一家で認知へ引っ越すことになる地方公務員である。 勤務する警察官は、警部補や巡査部長、巡査長など地域警察活動に精通した地域会員、いわゆるおまわりさんがほとんど。勤務する警察官が巡査部長以下である場合は、近隣の警部補である交番所長や、所轄の地域課係長が統括する。感謝を兼ねて家族を居住させる目的には、警察官の不在時や多忙な際。 配偶者に業務をサポートさせるという面もあるが、近年は、人員や家族の生活上の理由により、別宅に家族を残したまま単身で勤務したり、独身者の警察官が勤務したりする場合もあり、全部の駐在所が夫婦での勤務というわけではない。また駐在所によっては、警察官が2名以上勤務するところ、複数駐在所もあり、また、稀な例ではあるが、男性警察官と、 女性警察官が結婚し夫婦で同一緒に勤務をする例もある。所在地は日勤制だが事実上24時間勤務と同等のため治安の良い郊外や過疎地域、山間部、孤島などが主だったが顔の見える警察官として近所に親しまれる駐在さんが見直され、1990年代後半より都市部でも治安対策の一環として駐在所を設けるケースも あり、現在では、東京特部にも59カ所の駐在所が存在する。駐在所は先日の通り、所在場所が得意であることが多く、そのため支給される装備も、感謝等から勤務する警察官とは若干異なる。警察官がパトロール等に出かけており、不在中の駐在所を管理するため、配偶者などに研修を受けさせ、 対価として5万円9万円程度の報奨金が支払われる。駐在所に勤務する警察官は装備している拳銃に装填される実砲、回転式は機種に応じて5、または6発、自動式なら断層1本分に加えて予備の実砲を対応されることがある。一駐在所につき、パトカー1台を備える場合がある、ただし都心などに、 治安対策のために設置された駐在所や市街中心部に所在する駐在所の多くを除く管轄区域のパトロール業務や管轄区域に居住する住民から駐在所へ直通で緊急通報などがあった場合など様々な場面で使用されるパトカーの形式は駐在所の立地条件により様々ではあるが 多くは交番に配置されるような軽自動車から1000から 1500cc 級の小型乗用車を用いた、いわゆるミニパトである。なお、パトカーを運転しても良い警察官は、所轄の警察署内部で実施される技能、試験合格者のみであるから、緊急自動車を参照。駐在所勤務の警察官は必ずこの試験に合格しているものを当てる。緊急車両ではない。 地域巡回用の 90cc クラス小型児童二輪車、黒バイが配備されている1990年代から白塗りの黒バイも登場し始めたが、いわゆる白バイとは異なる。パトカーを駐車するスペースを保有していない一部の駐在所、先術した治安対策で設置された都心部の駐在所などに交番勤務の警察官が移動で使用するタイプのものが置かれる。 全国の消防機関のうち145消防本部において306カ所が設置されており、勤務体制は昼間は1人体制、2人体制及び3人体制があり、夜間も同人数で継続する場合のほか、原因または不在となる駐在所等もある。また、日勤時間帯以外も併設住宅で待機させている駐在所の場合、 週休日を設け大武者を本所から派遣しているところもある。駐在諸島は出動する消防理員が少ないこと、近隣諸所からの距離があり、増援部隊の到着に時間を要することから、駐在諸島の消防部隊がするときは、災害等の規模により他の諸所から同時に消防隊を出動させている消防本部が多数である。駐在諸島は、 出動する消防理員が少ないことから災害現場で消防団等と積極的な連携活動を実施している。また、一人体制の駐在所等の中には災害発生時に消防団員等を招集後、同乗しての出動する体制の消防本部もある。駐在所等の職員は少人数で消防業務全般を行うためオールマイティーな職員が求められ、 配置にあたり資格、経験、階級、年齢等について考慮されている。基本的に救急隊員経験者が配置されることがほとんどである。また、駐在所等の地域特性から長時間通勤や電気等の負担、職員の指揮やモチベーション等が考慮される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。